はい、今日から食育について話していこうと思います。なぜこの話をしていくかということなんですけれども、我が子がですね、今5ヶ月、もう6ヶ月ぐらいになりますけれども、その子がですね、だいぶちょっと大きくなってきて、そろそろ離乳食かなっていうところで、いろいろ勉強しなきゃいけないなと思って、いろんなことを勉強してきました。その過程で食育だったりっていうところを、あなたにもお届けする情報、貴重な情報っていうところがいっぱい出てきましたので、それについてお話していこうと思います。これから子供を産みたい人、今育児中の人、妊娠中の人、あとはお孫さんとかがいる方、そういった方も今日の動画っていうところを見ていただければと思います。今日から何回かシリーズに分けてお届けしていこうと思います。まずは今日は赤ちゃん編ですね。赤ちゃん編、これをお届けしていこうと思います。赤ちゃんで一番大事なのは何か、もちろん母乳です。母乳、これがとっても大事になります。うちの妻はとっても優秀でですね、まあ優秀とか不出来とかってわけじゃないんですけれども、母乳がすごく出ます。母乳がすごく出て、粉ミルクって一回も使ったことありません、うちは。なので私の負担もですね、ものすごく楽で、全然手がかかんないんですけれども、母乳を出す方法、母乳が出る体を作る方法っていうところを今日はお届けしていこうと思います。その前に母乳のメリット、母乳のいいところっていうところを、いくつかお伝えしていこうと思います。母乳のいいところ3つあります。母乳のいいところ1つ目はまず栄養ですね。栄養がたくさん含まれてます。赤ちゃんが育っていくための完全栄養食っていうふうにも言われているぐらい素晴らしいもの、母乳ですね。そして免疫っていうところです。免疫、体をいろんなものから守ってくれる、ウイルス細菌っていうところから守ってくれるのが母乳になってます。とっても大事なものになりますが、これここまではまあ普通ですよね。よく言われてると思いますが、3つ目は、飲みすぎを防ぐっていうところがあります。飲みすぎ防止、これ私知らなかったんですけれども、とっても勉強になりました。飲みすぎの防止、になっていくっていうところですね。どういうことかというと、母乳は飲んでいくうちに、タンパク質から脂質っていうものに置き換わっていきます。タンパクから脂質に味が変わっていくっていうところですね。甘くて美味しい母乳からだんだんしょっぱくて苦いような母乳に変化していきます。1回の授乳の時にすごく面白いですよね。これによって、赤ちゃんは飲みすぎっていうことを防げて、お腹いっぱいに、腹パンパンになることがなく、ちょうどいいような状態になるので、腸内の状態も良くなったりとか、もりもりに育ちすぎたりっていうことも起きなくなるのが母乳の素晴らしさです。なのでやっぱり母乳をしっかり出るような体を作っていくことっていうのがとっても大事になっていきます。いくつかのフェーズで分けてお伝えしていこうと思いますが、まず妊娠してる時ですね。妊娠してる時に気をつけないといけないこと、妊娠している時に気をつけなきゃいけないことはやっぱり食事です。食事、妊娠している時にもちろんつわりとかもいろいろあるから、全部が全部できるかとは限らないですけれども、妊娠している時にジャンクフードばっかりとかですね、油分が多いものとか、そういったものを摂りすぎると、どうしても出産した後もこの母乳っていうものが出にくいような状態が作られちゃいますので、妊娠してる時から、気をつけていっていただくといいかなと思います。これまず、まあ普通のことですけれども、大事なのはこっからです。こっからが今日の話のミソになります。出産した時の状態、環境っていうのもものすごく大事になります。出産してすぐに授乳できるかっていうところですね。すぐに授乳、1時間以内に授乳することができると母乳はすごく出やすいような体になります。1時間以内に絶対に頑張って授乳してください。まあそうですね、
未熟児だったりだとか、すごく状態が悪いような赤ちゃんってなかなかそれができないんですけれども、1時間以内に、しっかり授乳をすること、こうすることによって母乳が出やすいような体が作られていくというふうに言われてます。これは、発達障害のリスクを減らしたりとかっていうところにもつながっていきますので、出産してすぐはできれば肌と肌で、赤ちゃんの肌と肌で、赤ちゃんの肌とお母さんの肌で触れ合って、その状態で1時間以内に授乳をする。で、触れ合う時間を、15分から20分ぐらいは確保するっていうことがすごく重要になっていきます。私が出産した、クリニックはすごくいいクリニックで、すぐにですね、赤ちゃんを、最低限の処置をしてからすぐ持ってきてくれて、妻が授乳してっていう状態が自然と作られているところだったので、すごくですね、いいクリニックだったんですけれども、そういったところができるところなのかっていうところを妊娠中からちゃんと確認しておく。で、出産してすぐに授乳できますかっていうところ、授乳できる状態なら必ずさせてくださいっていうところをちゃんと伝えておくこと、これもすごく大事になっていくかなと思いますので、ここを気をつけていただくといいかなと思います。で、出産してその後ですね、育児中の時に気をつけるのはやっぱり食事です。食事、ここでぐちゃぐちゃな食事をとってしまうと、どうしても母乳が出にくいような状態が作られてしまいます。孫は優しいってやつですね。豆類、ごま類、わかめ、海藻、孫は優しい、野菜類、魚、しいたけ、芋とかって和食中心の食事をとると母乳はすごく出やすくなっていくかなと思います。うちは基本的には和食中心の生活をしているので、いつも母乳はたくさん出てくれますが、たまにですね、妻と一緒にちょっと調子に乗ってですね、ピザハットを頼んでみたりとか、そういうこともします。私普通にそういうことをすると、やっぱりその日、次の日ぐらいには妻もちょっと今日母乳の出が悪いなとかっていうふうな話もしてますので、この孫は優しい和食中心の生活っていうところを、しっかり生活の中に組み込んでいただくといいかなと思います。まあ、とは言っても母乳が出ない人も中にはいますので、そういった人に対する、アドバイス、アプローチの仕方っていうところはまた次回、お伝えしていこうと思いますので、次回の動画を楽しみにしていただければと思います。わからないことあればご質問いただければと思います。本日は以上です。はい、 YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。1つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。